パトリス・ル・コントは、フランス・パリ出身の映画監督、脚本家である。IDHEC で映画監督になる勉強をしたが、卒業後にバンドでシネの漫画家また、イラストレーターとして漫画雑誌社で働く。1975年に初めての長編映画を制作した。以来、コメディ、ドラマ、ラブストーリー、 アクションまで幅広いジャンルの映画を制作している。リディキュールで第22回セザール賞作品賞と監督賞を受賞している。また、セザール賞ではダンデムで作品、監督、脚本賞に下て屋の恋で作品、監督賞に髪結いの亭主で作品、監督、脚本賞に橋の上の娘で監督賞にノミネートされた。これまで、 カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に、下て屋の恋、リディキュールが、ベルリン国際映画祭のコンペティション部門に、フェリックスとローラ、親密すぎる、内訳話が、ベネツィア国際映画祭のコンペティション部門で、列車に乗った男が上映された。列車に乗った男は、観客賞を受賞した。監督した作品で、カメラオペレーターとして自らカメラを回すことも多い。ありがとうございます。